よく頑張って、場所入りして支度部屋でこうテーピングを巻いてたら、はい、あの大関の方から、はい、あの声かけてもらって、うん、自分一番勝つのでもう一番お願いしますって、そうなんですか、あのもう一番頑張りますって言ったら、はい、すごいあの元気づけられました、その、はい、まあ、うどんの皆様に謝りたいと思います、はい、ちなみに正代関はあのご親戚が石川さゆりさんっていう、ね、はい、母方のおばあちゃんのお兄さんの奥さんの妹の娘さんが石川さゆりさん、ほぼ他人です。何度もやりますよ。他人です。自信を取り戻した貴景勝はその後も順調に白星を重ね、12日目に目標の10勝を達成、見事一場所で大関に返り咲いたのだった。貴景勝にマンツーマンで膝の治療に当たった岡竹トレーナー、熱い壁とかために聞く曲とは、正代関どうですか、何かありますか。自分はあの玉置浩二さんの田園で14日目に、はい、まあ、その直接対決負けて、はい、とりあえずカラオケで、まあ、大声出して、はい、で何か歌った、初めてその時に歌ったんですけど、それが頭に残ってて、うん、仕切る時もそれちょっと口ずさんだから、はい、こちらがその精神楽の正体、仕切りが頭の中には田園が流れていたという。徳勝利を優勝、の父は、うん、あの場所の1週間うざいそうね。
ミステリアスでもあるようなイメージがありましたよね。なるほど、はい、それでは、こちら女子傍聴の、ね、レコード社さんで今年も好きなレコードを探していきたいと思います。私が選曲しましたシングルプルシアンブルーの肖像の B 面、なんかすごい かっこいい曲だなと思って、うん、新鮮、かわいいな、聞こえる、あ、かわいいですね、うん、ですね、え、でもタイトルがチャイナドレスっておいでですよ。あれともかがね、ちょっと茶目っ気がある感じがね、うん、あ、そうなん、遊び心がある感じの曲、この曲はそのアルバムの1曲目なんですよ。なんか1曲目っていうのもなんか意外な曲かなと私は思うんですけど、なんかね、さっきも言ったように私の中での玉木さんのイメージって色っぽさなんですよね。なのでこういうこうなんか幸せに満ち溢れてるというか、なんか愛しさを本当になんか大事に大事に歌うような、なんかそういう歌っていうのはとてもインパクトがあって、エピソードを聞いたわけではないんですけど、大きく分けて歌手の人に書くっていうことと、アーティスト、自分で曲を作られているっていう人たちに書くっていうのはスタンスは全然すごくいいです。場合は、まあ、チャリアンダースカさんとかもそうですけど、ひたすら話を聞くんですって。そこから本当に寄り添って書こうっていう気持ちで書くから、全くそのプロデュースするようなその歌手に対しての書き方とは違って、面白いって思います。とにかく松井さんはすごく好奇心旺盛な方で、いかに自分が飽きないようにするかっていうのがすごく大事なんですって。だから結構、ね、こだわりがあったりするのが、こっちしか書きませんとか、うん、そういうのがね本当にない人なんですよ。そういうのも楽しかったりして、煙巻かれちゃうような感覚っていうか、こう捕まえる、やっぱり大人で、それでも、僕なんかこの
例えばこの曲ってちょっとこうユーミンさんと守ってあげたいとかちょっとダブルとかを作るんですよ、そのなんかメッセージ的なものですね。で、あの玉置さんって世の中にこういう優しさを振りまく曲が僕は多い気が意外としてるんですよ。で、なんというかあのなんていうんですかね、玉木さんって割とミステリアスな人に見えてたんですよ当時ね。で、こうクールさとか化粧もされてるんですよね、はいはい、で時にはこうおどけてみたりとかコント、そう、はい、でなんかこうちょっとつかみどころがないっていうか、どこがこの人の本当の姿だろう本性だろうみたいなのが意外とこうミステリアスにこう煙に巻かれちゃうような感覚っていうか、こう捕まえたと思ったらなんかそこがまた玉木さんの魅力でもあったような気がするんですけど、でもそのミステリアスさからこうふとした時にすごくこういう包み込むような優しさだったり、 こちらを本当に安心させてくれるような優しさが取り入れてきたりするので、なんていうかな、こう玉木さんきっとものすごい気遣いしだし、なんかこう僕はですよ、なんか波乱万丈な人生を歩んでこられて、何度も何度も何か普通の人だったら簡単に乗り越えられないものを乗り越えてきてる方のように思えるんですよ。そこにこそなんか僕の中ではものすごさを感じるっていうか、なんていうか本当にタフっていう言葉を何重にも重ねたタフみたいな感じで感じるっていうか、だからこそ歌にも奥深さと広がりと、なんていうかもうこの人にしか歌えないものがあると思うし、なんかそこの意味でじゃあ玉木さんはきっといろんな方に気を使ったりいろんな方をこう楽しませたりすることができる人だと思うけども、玉木さんを癒す人は誰なんだろうってふと思うところで、なんかあのくすぐりたくなる松岡さんが松岡さんの音楽で、はい、癒す。ここでいたり、まあ、シングルもそうですけど聴いたりしなーってこと、私はアルバムを聴いていてアルバムを聴いて、そういう幅がなんかあるんだなーってこと、私はアルバムを聴いていてアルバムを聴いたり、まあ、シングルもそうですけど聴いたりして発見しているところ、ここでちょっと一休みしましょう、収録にさん、そういういろんな多分ご自身でも葛藤やらいろんな試行錯誤をしてらっしゃると思うんですけど、この武器だけじゃないところに行き着いてると思うんですよ。これが玉置浩二さんの今神のようなボーカリストたる存在にならしめたところだと僕は勝手に踏んでるんです要は武器って